はい、角王大出陣で出た全レアカードの紹介をしていきたいと思います。まずバンロバが2枚超勝ちですね。ピサロが1枚しかなかった。はい、ミザルが1枚、カミルが2枚、ミセリアが4枚揃いましたね。はい、これもっと欲しいんですよね。ルバーザミラージュ、これ強いんですよね。1枚、究極アスモダイが1枚とアスモダイノーマルが2枚、ピコピコハンマードラゴンが1枚、ガチレアですね。ここからはドゥーベルが2枚、シュバリスが1枚、リッキーが2枚、もうちょっと欲しいですね。メラバクシンが2枚、ブネが1枚しかありません。はい、ガープが3枚、ガープ結構揃ってよかったです。ルシファーが2枚、はい、ネバーセイネバーが1枚、これもっと欲しいっすね。はい、ブリッツティーガーが1枚、五角龍剣烈光が2枚、イカズチの必殺ゲド奥義常来、暴れカムカンダチ、はい、こんな感じのやつ、必殺が3枚。はい、まあピサロがもうちょっと欲しいっていうのと、あとバーンノバ揃えたいですね。これもかなり強い強力なカードなんで、もっと欲しいんですよね。はい、まあ、あとはバディレアドラムかシークレットのドラムを狙っていきたいと思います。あとピコピコハンマーももうちょっと欲しいです、まあ、せめて揃えたいです。はい、ではご視聴ありがとうございました。